株式会社劇団民芸は、神奈川県川崎市麻生区に本拠を置く、新劇団の一つ、劇団民芸を運営する企業。東京芸術劇場にいた滝沢治が中心となって1947年、東京芸術劇場の脱退メンバーの森正幸らと、新京劇団にいた宇野重吉が参加して結成された、民衆芸術劇場を前身とし、1950年、 宇野重吉、滝沢治、北林谷枝によって創立された劇団。特に宇野は中世劇団の顔として、権威役を果たした。1951年の、炎の一晩、ゴッホの生涯では、女優が背中を見せるなどの熱演を演じた。1959年に法人化し、株式会社劇団民芸による運営形態となった。 現在の劇団代表は奈良岡智子。法人役員は奈良岡が代表取締役、上勤、非常勤の監査役が一名ずつで構成されている。1950年12月22日、劇団民芸として創立された。第一回公演はチェーホフのカモメ。翌1951年には炎の人、ごっほ笑電が上演された。その後、 クボヒサ氏、木下淳次らの創作劇からアサーミラーのセールスマンの詩、F&A ハケット、アンネの日記、サルトルの汚れた手などの翻訳劇まで数多くの作品を上演し、新劇界の中心的役割を果たす劇団として多くの人々に親しまれている。日活が1954年に映画制作を再開した際、五社協定により、 他社の映画俳優を一切使えなかったため民芸と提携。一般作品の制作を断念する1971年にかけて多くの俳優が日活映画に出演している。1960年代には、柏山文江、ヒーロともらが NHK 庁の連続テレビ小説で人気となった。米倉正金、高田都恵、吉幸和子らも過去に所属していたことがある。 1971年には内部で対立が起こり、佐野麻夫、佐々木澄江、下條正美、鈴木水穂らが対談。2005年から2006年には奈良岡智子が無名塾の中台達也との共演でドライビングミス・デイジーを上演している。2020年1月に篠田三郎が青山事務所所属となった。青山事務所、ありがとうございます。